はい、酒好きの新潟人の飲酒動画。今回は、サントリーの、ストロングゼロ、のしょっぱい梅干し。こちらですね、コンビニ限定らしい。ここに書いてあります。アルコール度数 9%、紀州産の、南高梅ですね。梅干し新石酒使用となってます。梅干しを丸ごと使用した梅干し新石酒を使用。梅干しのしょっぱさとうまさが食事に合う。原材料が、梅と梅干しとウォッカとスピリッツと酸味料と香料と、野菜色素と紅花色素と甘味料と炭酸ガス。となってます。まあ、なんかね、焼酎ハイボールにも、ね、梅干しのね、味がありましたけど、まあ、あれと、まあ、あれのパクリだとは思うんですけど、まあ、どう違うか。というふうに買ってみました。乾杯。ああ。これあれだわ。前飲んだ、なんだっけ、割り剤のさ、男梅の、ハイボールの、あの味。ほとんどあれと同じ。うん。何にも変わんないような気はするね。うん。うん、男梅シロップで作った、ね、ハイボールと、多分ほぼ変わんないですね。うん、ちょっと、しょっぱい。ちょっと若干甘い。若干甘い。まあでもこれはほら、甘味料使われてるし、うん。まあ、あと、アルコール度数 9% っていうのね。9% なのはいいんですけど、甘味料が若干嫌なんだよな。ウェブで当たりがすぐわかる。999トリプル9キャンペーン。なんだこれ。なんだって。6巻買って応募だって。6巻も買いません。あ、でもサントリーのゼロドライヨカはまだ美味しいとは思うけどね。まあでもどちらにしろあんま美味しくはない。美味しくはないっていうか、うん、微妙ですね。焼酎ハイボールの梅に比べても、でも焼酎ハイボールの梅もあんまり俺あれ好きじゃないんで、うん、まだこっちの方が美味しいかなとは思います。
珍しく、焼酎ハイボールよか、美味しいとは思う。まあ、ほとんど変わんねえな。男梅シリーズと変わんないとは思います。でも案外ね、サントリーにしたらよくやってる。これはまだ美味しいからなって思えるレベル。だとは思う。まあ、あとこの、ね、このストロングゼロシリーズの良さっていうのが一つだけあるんですよ。それはアルコール度数が高いこと。9% っていう。で、高いでしょ。これはやっぱりね、なかなかね、真似できないところがある。だから、なんつうかな。手堅く酔いたい時とか、あと、単品で飲むとこれはね、ダメなの。このストロングゼロシリーズはまずいから。単品で飲むとあんま美味しくない。美味しくなさが露呈するから、なんか飯食ってる時とか、どっか焼肉食いに行った時とかに、一緒に飲んだりすると、いいかもしれない。まあ、行くことないんだけどね。だから飲み会とかで、でも飲み会でこれを飲むことはあるのかどうかわかんない。多分ないよね。結局、だって、この缶を持ち込みして、まあ、持ち込みできるところもあるらしいけどね。あとは、ほら、某、なんだっけ、招き猫っていう、ね、カラオケとかあるけど、あれは持ち込み OK の、ね、カラオケ店があったりする。そういうとこに持ってって、まあ、飲むっていうのもありかもしれない。なんかと一緒に食ったり。するのにはいい。誰かと、主に一人で飲んでると、あ、まずい。だいたいまずい。一人で飲むとね、味が、まずさがね、際立つ。言っちゃ悪いけど、本当に際立つんで、飲むとすれば、どっか誰かと一緒に飲む。っていうのがいいとは思います。やっぱ単品で、一人で飲むっていうと、このストロングシリーズはあんま飲まない。まずいから。やはり焼酎ハイボールになりますね。でも、まだこれはまだマシだと思うけどね。あ、今知ったけど、この
マイナス196度シリーズのロックスタイルっていうシリーズがあるんですけど、氷を入れて注ぐだけっていう、ウォッカベースのリキュール？ああ、いわゆる、あれか、ウォッカに風味つけたような、ああ、そういう系なんかね。これ前からあるのは知ってたんですけど、飲んだことなかったんで。てか、どうせ甘味料入ってるだろうなと思ってたんですけど、今、原材料見たら、レモンとウォッカと糖類と酸味料と香料と酸化防止剤しか入ってないから、入ってないんで、アルコール度数19度っていう感じで、ああ、案外、と思って。甘味料入ってねえんだ。じゃあ、今度買ってみようかな。今度買ってみるか。他のやつも、ぶどう味とレモン味とグレープフルーツ味がある。ですけど、まあでも言うてこのロックスタイルって言うけど、結局レモンとウォッカ注いだだけじゃないっていうレベルだと思うんだけどね。まあとりあえずレモン味買ってみるか。ドライレモン。今度買ってみよう。300ml のやつがある。値段が500円。まあ。まあまあまあ。なんか怪しいんだよな。だってさ、ウォッカに 100% レモンジュースピュピュと入れてただけじゃないって感じするんだよ。ちょっと怪しい。まあ、でもストロングゼロは、なんか仲間内で飲むのにはいいよね。ほら、ウォッカとかをそのままガブっていうか、ロックとかで飲む。飲んで酔うのもいいかもしんないけど。やっぱこう、チューハイみたいなので酔いたいっていうか、こう 9% ぐらいでこう、程よく酔いたいって時あるじゃん。これぐらいのレベルになると、3% でほろ酔いっていうのがあるじゃないですか。あれだとほろ酔いじゃなくて全然酔わないので、9% とか 7% とかの強めのアルコール度数の、やつで、こう、ほろ酔いっていうか、一本飲んでほろ酔い状態になりたいって時は、9% とか 7% ぐらいのやつ飲まないと、絶対酔わないんで。かといって、やっぱり、ロックとかで、もしくはウイスキーストレートとかで、飲んで一気に酔いたいって時ではない時に、やっぱそういうのあるじゃないですか。ね。で、それでいて、なおかつどこでも売ってて、コンビニでも売ってるって。アルコール度数 9% ってちょうどいい。割と高めっていうか、まあ、一本でこう、ほろ酔い状態になれるっていうレベルになると、いいのがやっぱり、これなんですけど、ただ、多分サントリーのこのストロングゼロシリーズだと多分俺一番うまいなと思うのは、ドライはあんまうまくないんだよね。うん。このしょっぱい梅干しは割と美味しいです。割と美味しい。うん。割と美味しい。ただね、ただね、てかよく考えてもらうと、見ると俺このサントリーシリーズ、ストロングゼロシリーズほとんど俺飲んでないんだった。多分ダブルレモンとドライと今飲んだしょっぱい梅干しぐらいしか飲んだことないんじゃないかな。ダブルレモンはそんなに美味しいと思わなかったけど、うん、まあ、まあなーっていう感じです。ドライよくはまだ美味しかったような気はする。わかんない。まあでも一応ダブルレモンっていう、まあいわゆるレモンとグレープフルーツといわゆるドライっていうのが多分このサントリーストロングシリーズだと多分
一番おすすめなんだと思います。多分ね。うん。だからやっぱり、そこら辺でやっぱり安定のレモン味が一番安定して美味しいじゃないのかなと思うんだよな。とりあえずこのバランタインのね、この瓶目当てで買ったバランタインちゃんを開けて、今日の夜長をね、夜の夜長を楽しみますか。ね。ということで、今日は、ここら辺でね、ニコニコ動画でも見ながら、過ごしますか。コク、甘み。甘みは若干ある。香り。香りはまあ。香り四つ星ぐらいにしとくか。まあ、これはおすすめはせんけど、まあ、それなりに飲めるレベルっていうことで。ね。2、3、4、3です。ご視聴ありがとうございました。